ーの、ちわー、皆さんこんにちは、さえこです。今日はユニクロの購入品紹介、久しぶりにやってみようと思います。ってことで、私先日ユニクロに行ってまいりました。世間は秋冬物しっかり変わっておりまして、私もちょっと冬支度始めてまいりました。ユニクロといえばさ、やっぱ冬ヒートテックでしょ。でヒートテックってインナーで着るやつ、まあ皆さんもご存知だと思うんだけど、だからそれも今年すごいバリエーションが増えてて、結構カラーものとか、あとタートルとかも出てたりとかして、まあ、なんかそのあたりちょっと気になって一個試してみたいなと思ったのが、はい、こちら通常のヒートテックの約 1.5 倍の暖かさ。まあ別にそんな何も変わらないじゃんって思うんですけど、まあこれ極暖っていうシリーズの私がちょっと試してみたいなって思ったポイントで言うと、肌側素材に 100% コットン使用って書いてるの。今までこれついてなかったから、どういう肌触りなのかなっていうのが気になってちょっと買ってみた。内側だけコットン100にして、だから皮膚に当たる方がコットン100で、この外側の素材は違うよってことなんだと思うんだけど、私ちょっとやっぱりそのヒートテックのインナー使いしにくかったポイントで言うと、そのちょっと化学繊維っていうかさ、化繊維が皮膚に当たるのがちょっと気になるから、あの全然別のコットン100のインナーをよく着てたんだけど、じゃあ肌に当たる部分コットン100なんだってところでこれを着てみたかったっていう。あとなんかこの襟のデザインが結構ほんとバリエーションが豊富で、上に着るアウターとかね、合わせるものでだいぶなんかバリエーションが出てて、使いやすさがまたね増してるなっていうのは、年々やっぱ増えていってるなっていうのは印象的でしたっていうのと、他のさアイテムでもヒートテック使われてるのが多くって、大人スイートっていう雑誌、秋冬号出したんだけど最近、それでもちょっと提案してるタイツコーディネート、今年結構やりたくって、タイツいっぱい買いました。このあたりでこれにもヒートテック入ってるんだって。なんかタイツみんな結構黒買いがちだと思うけど、私としておすすめなのはちょっとグレーとかこういうカラータイツを合わせるとちょっとファッションのポイントが出ておすすめってことで、タイツだけじゃなくタイツの上に靴下も合わせたい私って思って、例えばこういう合わせとかちょっとクシュクシュさせたいとか、こういう合わせとか、あのタイツオンソックスみたいなコーディネートもしたくって、あとやっぱこういうね、これハイソックスなんだけど、なんかこのカラーソックスだったりとか、これはルームソックス、差し色にちょっと赤持ってきたかったり、靴下でもだいぶ表現変わるから、あのいろいろバリエーション出てたんで靴下は。そしてあとはニット系の小物、ニット帽もヒートテックであったかいよってことで、もうここからちょっとおかしくなって選べなくなりました。全部買っちゃえで、次欲しくなるよね、手袋。可愛い、可愛くない、このグリーン可愛くない、差し色でね。でなんかこういうのってさ、ほら手あんま使えないじゃんって思うけど、さすがなの、仕事もできる手使えるっていう。あったかいんだよねこれ、なんか何が入ってんだこれ。ヒートテックでこの多分外かな、スフレアームってすごい押してるじゃない今季、まあ、去年もあったけど、スフレアーム使われてるって、これは多分大活躍のようか。そしてヒートテックのマフラー、なんかさ結構可愛いと思って、首がつく部分を冷やしちゃいけないっておばあちゃんが言ってたけども、首とか手首とか首とか足首とかしっかり守っていきたい。そしてニット、やっぱ好きなんだよねグレーのニット。サイチャンネルずっと見てくれてるみんなはさ思ったと思う、買ったじゃんあんたプラダでこの前って。でね、出た答えはこれです、使うでもね着れないですよ、牧場でプラダを着て作業はできない。やっぱり汚れたくないっていう気持ちを持って作業するのと、汚れてもいいっていう気持ちで作業するのってはもう全然効率が違うから、ガシガシ洗っていいしくたったっていいっていう。いくらこれ、安かったんだよ、2990円、安くない？安い。なんか白 T とか中に着て
ウエストにまた別で買ってる、後で紹介するけど、ダウンをちょっと腰に巻いたりとか、上から着てもいいし、なんかあとこういうのあったりとかしてちょっと着たいな。結構あの作業着として使いたい、このニットっていうぐらい手軽価格だった。そしてニットで言うと、まあ、このタートルの赤いニット、エクストラファインメリノウール、これ多分ね、洗濯してよかったんじゃないかな。マシンウォッシャブルだって洗濯機で洗っていいニット、本当にいいと思って。どれくらいで腐るんだろう、洗濯機で洗うと。でも洗っていいって言ってんの。で、じゃあダウン、まあね、あの結構あの後でちょっと立ってから紹介しようと思うんだけど、このなんかミニベストをどうしてもなんか欲しいなと思って、エスカレーターで登ってる時にキッズフロアパッて見たらあったの。これキッズの140、うん、でもいけちゃうから、なんか結構インナー使いしてもいいなって思いながらも、アウターとして私はこのなんかコンパクトなベストをなんかパンツの上とかで合わせてきたいなって思って、キッズのダウンを買ってみた。で160まであるから、キッズって結構私ユニクロのキッズ買ってきてたりする。大人のなんか洗練されたデザインとは違って遊びがあったりするから、キッズフロアもたまに見に行ったりするんだけど、今回はこのベストとこれ、これもね1990円だとセールで、で160が欲しかったんだけど160売り切れてて150っていうサイズを買ってみたっていうキッズアイテムは2つ購入しました。であとはこれフリース、フリースもなんかやっぱ冬欲しくなるよね、ファームで寒いから着たいなと思って、あとガシガシ洗えるし、フリースは欲しかったんで、このパープル、これはメンズフロアで S サイズを買ったのかな、パープルのフリースを1個購入しました。そしてこれもなんかちょっと差し色として使いたいなと思って、このカラーにしてみました。あとさ、全然企画と関係ないけど、息子の下着買いに行きました。もうあのなんだろう、なんで男の子たちってあんなすぐ破く、え、破けるんですか。なんか破けたりゴムが伸びたりとか、なんでそんなことになるっていう、なんかね、この前買ったのに。そうですよ、前回もユニクロ行った時って、そう、あとなんか拠点がいくつかあるから、宮崎帰ったりとか、まあ、東京に滞在したりとか、大田原行ったりとか、まあ、ロンドン戻ったりとかで、パンツ買っても買ってもなくなるんだよ。どこに行くんだろう、パンツ。パンツがなくなる。なんか、大丈夫ですかね。どっかで脱ぎで捨ててでもどっかに溜まってんだと思うんだけど、でも私はロンドンにいっぱい持ってってんじゃないかと思って、寮だから見えないから、その中でちょっと予備で、なんかあった時のために3つ目予備で買ってみました。で私も下着買って、コラボでさ、なめくろゴーチさんのさ、下着周り結構出てて、ショーツと上のインナーでなんか見せブラとかしたい時用のブラジャー、なんか結構このシースルーのさ、こういうニット着た中に黒ブラ合わせたりとか、あとは白だったりとか、これはちょっとカラーバリエーションで3色買ってみました。で、これ私の周り結構みんな着てる。アリソンスタッフも着てるし、うちのマネージメント女子も着てたりとか、すごい人気だよね、やっぱりこのコラボシリーズは。ってことで着替えてきました。さっきご紹介したキッズの G コーディロイジャンパースカート、1990円。入った。ちゃんと。なんだったら個人的にはちょっと直ししてこれくらいの着丈にしたサイズに合わせてね。でさっきほら紹介したこの手袋と、あともこのヒートテックのタイツにソックス合わせもやってみましたって感じでね、この後もちょっと続々と紹介していきたいと思います。こちら、たらん、パーリーフリースフルジップジャケット、これ万太郎と私の分で買ってみた、一緒に着たいと思って。もちろん私はピンク、なんだろうは青、あったかい、ふわふわ気持ちいいよね。これとかの上にさっきのちょっとなんか白いダウンジャケット着たりとか、逆になんかインナーでダウンジャケット着てもいいと思うんだけど、あのなんだっけ、ノースリーブのね、さっきのキッズのやつと合わせてみたりとかしたいなと思って購入しました。ボアフリースジャケット、これもね
こういう形のやつ私結構本当に作業の時着るんだけど、あのお尻隠れた方があったかいんだけどさ、やっぱ動きやすいのよ、この丈のジャケットって。まあったかっ、中もフリースになってます。あーかわいい、いいんじゃない、この格好でも全然合ってる。ウルトラライトダウンジャケット、これなんか聞いたことあると思って。これなんか袋ついてないんだっけ、なんか袋に入れられるんじゃなかったっけ、違う。でこれをなんかこういうジャケットの下とかに着ると本当にあったかいですよって言われたの。こういうの合わせたほうがいいんじゃないですか。あったかいねこれ、こんな薄いのに。あとはなんかこう着てたりとか、あ、かわいい、こう着てたりとか、あとなんかさっきのグレーのニットをなんか差し色として、この下なんかデニム着たりとか、中にちょっと T シャツ着たりとかして腰に巻いたりとか、今ちょっとスカート合わないけど、この軽さと、軽いもん、何グラムこれ。なんかコートをこう冬持つとき結構疲れるイメージあるけど、全然疲れない、綿菓子持ってる感覚見て、こんなのあった、軽っ。これだってちょっとこうストラップさ、カバンにこうって垂らしてもいいわけでしょ、中に入れてもいいし、あとはなんか夜道危ない時とかは行けばいいわけでしょ。あと飛行機の時とかこういうのもいける。あー確かにね、枕にも使える。これさ、これなくすと結構大変だね。いいとこ半減するよねコンパクトになるっていう、このなんか機能性、ダウンのユニクロってすごくないと思うと。あかっ、こんな薄いのに。あとはそう、ヒートテックパンツ2個買ってみました。このちょっとね、なんかグレージュっぽい、白っぽく見えてたけど、どっちかというとクリーム、なんかベージュみたいな感じのカラーもすごい伸びる。ほら、すっごいストレッチが効いて、これも2990円のこのパンツ、ヒートテックウルトラストレッチハイライズレギンスパンツ。結構なんかブーツとか長靴履くことが多いんで、パンツだとこういうちょっと裾がしっかりピタッとしてるレギンスタイプのパンツって結構私履くんですけど、なんか普通のレギンスだと寒すぎて、それの上にまたパンツを履くっていうスタイルなんだけど、このヒートテックがどれだけあったかいかはちょっとこの検証してみたいと思います。そしてこちらヒートテックタックテーパードパンツ、なんかユニクロのさ、このタックパンツすごい夏、私も持ってるんだけど、結構街で着てる人よく見かけて、うちのマネージメント陣も履いたりとかして、すごい使いやすかったから、この冬もちょっとこのタックパンツ、太いベルトとかしながら、黒ベルトとかで合わせて、シティに行くときはちょっとこっち履いてみようかなっていう。ってことで、私の今回の買い物の総額、ダラ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 、タタン !56,150 円。もうね、買うときに忘れてた、予算が3万って一応あったのよ、予算ってことで、この冬はちょっとユニクロのね、このアイテムたちを活用しながら、寒い大田原の冬を乗り切りたいと思います。まあ、今回は購入品紹介でしたけど、そのうちあれかな、コーディネート紹介とか、牧場の1週間コーデみたいな形でまとめてお送りしたいと思いますので、そちらも皆さんお楽しみにしててください。ありがとうございます。